皆様こんにちは、白金陶芸教室の門谷です。今日は皆様に、お茶碗の作り方を説明していきます。今日は陶芸の中では最も楽しい、部分となるこちらのろくろの成形という部分をやっていこうと思います。指先に力を集中してやっていくんですけれども、力を入れすぎても壊れますし、力が足りないとなかなか土が伸びません。そういったことをご紹介しようと思います。じゃあ早速製作していきます。中心に、穴を開けていきます。だいたい深さが3センチぐらい、右手の親指に力を込めて穴を開けていきます。その時肘はしっかりと膝の上に乗せて固定します。じゃあ開けていきます。で、穴を開けたらそこに到達したタイミングでだいたい10秒ぐらい待ってあげると形が整います。次にこの穴をだいたい直径4センチぐらいまで広げます。穴を広げたらまた3周ぐらい回転するまで待ちます。次に、こちらのドーナツ状の部分、こちらを右手の親指と中指でこう挟んで親指に力を込めて高さを出していきます。最初は口元だけ力を込めて上に持ち上げます。今度はこちらの一番絞った部分に親指をこう添えながらこのまま高さを出していきます。で、片手で届かなくなったら今度は親指の代わりに左手の人差し指から薬指を、右手は人差し指から薬指を使ってこのように挟んでいきます。親指は組んだ状態で高さを出していきます。厚さがだいたい 5-6 ミリある状態で、そこまで薄くしなくて結構です。で、今度は木のコテを使って膨らましていきます。ここが、底面の中心のところに来ます。で、なるべくこのコテの全体を使って当ててあげて広げていきます。で、底に関してはこれで少しこう削り取っていきます。軽くこの土を削りながら押してあげると綺麗にこう広がっていきます。これで口を整えれば、これで出来上がりです。はい、サブーリです。今日は陶芸で一番簡単な形を、制作しようと思います。サンマザラです。切ります。ローラで伸ばします。ここから切ります。そうしたら少し立ち上げて、スポンジを少し濡らして固く絞って、
ポンジでまっすぐにします。角の方を少しこうまっすぐ切って丸くします。これで出来上がりです。ぜひ皆様、世界に一つだけの器を作ってみてください。